お腹を元気にすると言われているヨーグルトやキムチ、味噌、かす漬けなどの発酵食品、あなたは食べていますか？発酵食品には多くの乳酸菌が含まれています。乳酸菌は腸の中で病原菌などから体を守る善玉菌に活力を与え、健康を保つ力を発揮しています。一般の人は乳酸菌とってヨーグルトって、いや、ヨーグルトの菌は胃の中でほとんど胃酸で死んでしまって腸に届かない。それは誤解でした。死んだ乳酸菌はお腹の中で十分に働いていることが、乳酸菌の持つ力の研究により明らかになりました。それが乳酸菌から生まれた乳酸菌生産物質だったのです。人の免疫力を高める乳酸菌生産物質とは、乳酸菌とは違うものだったのです。乳酸菌から生まれた新しい力は、さまざまな機能性を持ち合わせていました。一概にその人に言ってどうかということは言えません。ただ少なくとも例えば免疫系を不活化させるだとか、そういうようなことで人の体それ自体の状態を良くするということはできるのではないか、それによってがんに何らかの影響があるのかなというふうには考えています。乳酸菌をはじめとする100兆個にも及ぶ腸内細菌の神秘、腸は健康のバロメーターと言われています。それは栄養分を吸収する機能のほかに、血液や免疫力を作る重要な働きを持っているためです。腸に働くサプリメントとして期待されている乳酸菌生産物質と、それを培養することに成功した人の力。乳酸菌の研究に生涯を捧げた人物の軌跡とともに、その驚異的なパワーを紹介します。この番組は安心安全マークの日本サプリメント評議会の提供でお送りします。ヨーグルトやワイン、味噌といったありとあらゆる健康食品に含まれている乳酸菌、人の体内にも多くの乳酸菌は存在し、病原菌などから私たちの体を守ってくれているのです。乳酸菌の研究を始めて半世紀以上、世界的権威である東京大学名誉教授三岡智太氏、今もなお乳酸菌の力を追い求めて研究を続けています。乳酸菌というのはね、糖を発酵し、糖を利用して発酵して、乳酸をたくさん作る菌、腸の中の pH って酸度ね、酸度がずっと下がるわけです。普通は中性が 7.0 ですけれども、乳酸菌がどんと入ってくると、赤ちゃんではビフィズス菌が非常に多いですから、赤ちゃんでは 4.5 ぐらいに下がっちゃうんです。 4.5 に下がっちゃいますと、今度は他の乳酸菌以外のものは発育しにくい環境になっちゃう。例えば大腸菌なんか 4.5 だったら絶対入らない。腸内には善玉菌と悪玉菌と、それの中間になるような日和見菌とがあると。で、善玉菌の代表が乳酸菌です。で、乳酸菌って言ってもかなりいろいろなって、人では乳酸菌の中でもビフィズス菌が、乳酸環菌ではなくてビフィズス菌が最優先な。一方では悪玉菌の代表は大腸菌とか、ウェルシュ菌とか、そういう腐敗を起こす、腐敗産物を作って腐敗を起こして毒素を作ったりする菌ですね。それが悪玉菌です。で、それが増殖してくると腸内環境を、腐敗産物多くなると同時にそれが吸収されて、体にいろんな不都合なことを起こす。生まれた直後の人の腸内は大腸菌であふれていますが、母乳とともに入ってきたビフィズス菌によってその数は減っていきます。しかしビフィズス菌は離乳時期を過ぎると減り、青年期を過ぎると勢力が弱まってしまいます。これは生活の中で生まれてくるストレスに原因があると言われています。
乳酸菌は胃酸で死んでしまうのでは？それは誤解だと教授は言います。一般の人は乳酸菌取ってヨーグルトって、いやヨーグルトの菌は胃の中でほとんど胃酸で死んでしまって腸に届かない、特別の菌が届くんだなって言ってますけど、乳酸菌は生きていなくても死菌に熱でね、加熱殺菌したものを与えると、それが立派に腸内環境を良くしたり免疫力を高めたり、あるいは糖尿病に良かったり、コレステロールを低くしたり、こういう働きがある。乳酸菌は死んでも腸の中では健康にとって有効な働きをしていました。埼玉県和光市、腸能力開発の看板を掲げる会社があります。公営科学研究所。人間の健康に本当に有効なものは何かを基本テーマに、長年乳酸菌生産物質の研究開発を行ってきました。この会社では乳酸菌を培養するときに人の腸内の環境に極めて似た状態を作り出すことで、乳酸菌が自ら持っている力を発揮できるようにしているのです。本来は体内でのみ生成される物質、それが人の手によって培養されています。乳酸菌がお腹の中で、皆様のお腹の中で作り出していると同じ物質を、体の外で我々が作っているというものでございますね。結局乳酸菌そのものじゃなしに、そこから出した物質を取るというのが、もちろん乳酸菌そのものにもいわゆる菌にくっついてて離れないっていうんでしょうか、菌体成分もありますけど、出したもの、いわゆる代謝産物って言ってますけど、それも一緒に取ろうという、いわゆる乳酸菌生産物って言ってるんですけども、アミノ酸だとか、それからペプチドだとかですね、多糖類とか糖鎖だとか。乳酸菌生産物質とは、体の外で善玉菌である乳酸菌が作り出した物質で、体内に入っても胃酸などの影響を受けずに腸に届き、有用な栄養成分を含んでいるものです。これはバイオジェニックスと呼ばれ、腸内の健康を保つために有効な物質だったのです。なぜ豆乳を使って培養するのでしょうか。当時豆乳でその乳酸菌を発酵させるなんていうのは、まるっきり考えもしなかったことなんです。培地として使ってますけど、キャリーオーバーでそのまま大豆の成分がこう残った成分が来てますんで、豆乳の中のアミノ酸系を乳酸菌とかビフィズス菌が餌にして、それを分解していろんなものを他にまた編み出しているということですね。豆乳を使った乳酸菌生産物質を作る工程を見てみましょう。乳酸菌の餌となる培地には豆乳作りが大切です。大豆を12時間水に浸し、柔らかくなった大豆を粉砕します。粉砕された大豆に100度の熱を加えます。加熱された大豆を絞ると培地となる豆乳が出来上がります。豆乳はこの大きな釜の中で滅菌されます。これは乳酸菌が生育しやすい環境を作る上で大切なこと。滅菌された豆乳の熱を取った後、いよいよ元菌の摂取が行われます。元菌の入った容器から豆乳の中に菌が植えられます。あくまでも人の手が加わった菌摂取です。元菌の乳酸菌の培養にもこだわりがありました。そのこだわりを知るべく、研究施設のある千葉県茂原市に向かいました。公営サイエンス、ここで元菌の乳酸菌が培養されています。
乳酸菌の製造は現在に至るまで50年にわたり植え継ぎを行ってきました。乳酸菌生産物質の元になる元菌は一種類の菌ではなく、複数の菌を同じ培地内で培養する共生培養で作られます。これが良い代謝物質を作る鍵になっています。元菌という我々が本当に命としております菌をずっと携帯培養といいまして、受け継いでこう保存するのと、あとはもう新しい組み合わせができないか研究しているのと、まあ、その2つですね。これ24番、これが微生物菌の元ですね。こういう形で元菌がございます。初めは4種類だったのを8種類を共生させて、それで最後は16種類っていう、そういう具合にこう進化してるんですけれども、培養に培養を重ね、今まで作り上げた乳酸菌は16種35株に上るといいます。乳酸菌は種類が多ければ多いほど優れた働きをするのです。菌の摂取後、培養器の中ではどんな変化が起こっているのでしょうか。まず菌摂取直後は何の変化もありません。しかし12時間を過ぎると豆乳の表面に少し変化が出て凹凸が見えてきました。さらに24時間後にはひび割れができて、明らかに発酵が進んでいる様子がうかがえます。どうも腸内ではヨーグルトの中の乳酸菌、あるいは外から取った乳酸菌は増殖できない、住みつけないということが、ね、もう分かったのはこの今から20年30年ぐらい前です。バイオジェニクスっていうのは、私はプロバイオティクスとプレバイオティクスとバイオジェニクスと、こういうふうに機能性食品を分けて、今までプロバイオティクスといったヨーグルトの生きた乳酸菌なんかね、プレバイオティクスって言うとオリゴ糖なんか、腸内の乳酸菌に活力を与える糖物質、死んでても効くんですよっていうところから、私はバイオジェニクスと免疫を高めたり生体防御機能を高めたり、生活習慣病に有効なもの、それは腸内細菌に働く働かない別としていいんだということをバイオジェニクスって名前をつけて、でそれが乳酸菌生産物質のがその一つの代表でしょうね。健康な腸の映像です。きれいなピンク色をしています。この腸の健康に注目した一人の人物がいました。正垣和義氏。腸の中の細菌と人の寿命に関する講演を国会で行い、当時の厚生大臣から賞を受けました。乳酸菌の研究に生涯を投じ、乳酸菌生産物質の可能性を追求した第一人者です。正垣和義氏はシルクロード探検の偉業も成し遂げ、実業家としてもその名が知られた大谷洪水氏から、生きた菌ではなくこれからはその代謝物だという教えを受け、乳酸菌生産物質の開発に力を注いだのです。菌数を、菌の数ね、多く取ると、それがやっぱり主眼じゃないですか。濃度の高いもの、より良い元菌を使う培養法、さらにこだわりが。私の方の培養の時のこだわりの一つは、まあ、大きなこだわりなんですけど、やっぱり音楽ですね。先代から受け継いだこのあれを音楽に託して皆さんに届けようという、まあ、一つ壮大な夢なんですけど。培養器に入った元菌と豆乳の培地は、この尺八の音が流れる中、120時間かけて培養されます。しかもこの音色は
モトキンを作る時にも流されていました。なぜこの音が培養に必要なのでしょうか。正木先生が尺八を吹いてまして、現在培養中に尺八の音を聞かせて、乳酸菌たちを育てています。この音を聞かせることによってやっぱり育ちは違うんですか。違いますね。不思議とこればっかりは細かいデータまでは出てないんですけども、見かけがもう全然変わってくるんですよね。上がりの時に綺麗に上がるというか。120時間培養された発酵物は滅菌処理された後、この部屋でろ過されます。そして水分だけが流されていくのです。きれいな黄金色に輝く乳酸菌生産物質豆乳発酵エキスの完成です。私が研究所に入らせてもらった頃にはもうすでに大豆を使って豆乳を作ってたんですけども、これが会社の一段の企業秘密だったんですけども、当時豆乳でその乳酸菌を発酵させるなんていうのはまるっきり考えもしなかったことなんです。豆乳じゃなしに乳酸菌っていうのは牛乳で発酵させるっていうのが一番のこのあれだったんですけども、だからもう私どうして豆乳でやってるのかなっていうのはまだ聞いたこともありませんしね、いつの時代に豆乳に変わったのかなというのがありまして、今でもってやっと豆乳がいいっていうのが植物性ですごい栄養素を持ってて、いろんなことでもやはり牛乳にははるかに勝るものがあるっていうのが分かってきましたんで、船江さんの大豆が手に入るということですね。で、当然農薬なんかは使ってませんし。村田社長のこだわりの2つ目がこの国内産の大豆でした。福島県相馬市、乳酸菌生産物質の培養に使われる大豆が栽培されています。ここでは大豆すべてが無農薬で栽培され、除草剤なども一切使われていません。阿部さん、こんにちは。こんにちは。栽培者の安部さんです。50年以上前から農業に従事し、今では無農薬栽培にこだわっています。その訳を聞いてみました。当時酪農やってましてね、でその牛の健康っていうのがやっぱり農薬を使ったりそういうことで非常に障害になったもんですから、やっぱり安全な餌作りっていうのがやっぱり一番大切なのかなと思って、それから農薬を使わない運動、自分でそういう勉強をして、無農薬でやるっていうのの難しさはやっぱり全く雑草と害虫に対しては無防備なんで、被害を少なくするかっていう工夫ですね。今見てもらう通り雑草もいっぱい生えてるし、これからカメムシの被害もあると思うんですけども、カメムシは大豆よりはこの花粉化の雑草の方が好きなんですね。でこれをある程度生やすことによって無農薬でもカメムシからある程度被害を少なくするっていう効果があるようです。収穫量は農薬使用時のおよそ6割ですが、そのこだわりを持った大豆からこのきれいな乳酸菌生産物質は作られていたのです。乳酸菌生産物質ってだいたい飲むもんでお腹の中から吸収されるとかそういうものなんですけども、分子量がすごく低いものですから、非常に小さい分子ですから、別にお腹の中に入れなくても肌に塗ったりなんかしましても、ろ過した後に残ったものにもさまざまな栄養成分が含まれています。この利用法として現在化粧品の研究開発が進められています。機能性食品以外の乳酸菌生産物質の不思議な力が発揮されようとしています。先代から受け継がれ、
50年間守られてきた栽培技術により育てられた16種類の乳酸菌グループ、そこから作られた乳酸菌生産物質、あくまで乳酸菌が作り出した物質であり、その性質は乳酸菌とは異なっています。そもそも腸内には健康に関与する善玉菌が存在しています。しかし離乳をすると体に悪影響を及ぼす悪玉菌が増えてくるのです。乳酸菌生産物質はこの双方のバランスを整え、免疫系や代謝系の改善を促す働きをしてくれるのです。乳酸菌生産物質っていうのをやっとこそここに来まして、少し皆さんに分かっていただいたんで、まあ、それをなるべく多くの方に食べていただく、まあ、それにはやっぱり一般食品にそうこういうものを発酵して、まあ、発酵すれば生産物質が出ますので、それでそういう食品にこう入れて、まあ、なるべく多くの方々に食べていただく。現在開発中の食品パウダーです。野菜や魚、肉のエキスと一緒にすることで、うまみ、味はもちろん、安全で健康に役立つ調味料を目指しています。埼玉県戸田市にある株式会社田辺 R&D サービス。医薬品の開発など、豊富な経験を生かし、食品の試験分析なども行っている会社です。乳酸菌生産物質の化学分析を行ったのが獣医師の小田浩二さん。医薬品の開発に欠かせない動物実験などを30年続けているベテランの獣医師です。今回乳酸菌生産物質という食品分析に戸惑いはあったのでしょうか。お医者さんの使う清眼剤というものをターゲットとした開発を中心にやってきましたので、こういうような食品で果たしてがんが抑えられるのか、増殖が抑えられるのかっていうことに疑問はあって、最初どのようなふうにその試験をやっていけばいいのかということを非常に悩みました。試験はどのような方法を取ったのですか。私がこれまでの経験で使ってきて比較的効きやすいというような、そういう言われている腫瘍をまず最初に使ってみて、それに対して作用があるかどうかということから始めてみました。メスエサルコーマという腫瘍なんですけれども、 D6 と A6 というものを混ぜたもので、だいたい腫瘍の増殖が 50% ぐらいマウスの腫瘍で抑えられるということが分かりました。それでもしかしたら可能性あるのかなというふうに思い出しました。次の研究は、次にやりたいということは、それがどのような作用を持ってその結果を得られる、つまり腫瘍の増殖を抑えているかというそのメカニズムの研究というのを今後やっていきたいなというふうには考えております。未知のものが非常にたくさんあるのではないかというふうに考えておりまして、非常に楽しみな物質ではあるのではないかと思われます。阿部さんの大豆畑です。今日も大豆の世話に奔走します。食べ物を栽培するという栽培者の思い、この大豆も乳酸菌生産物質で育てられているといいます。自分で食べても安心して毎日生活できる、食べてても美味しいっていう実感がありますんで、まあ、そうしたものを消費者の方にも届けられればいいのかなっていうふうに思います。安全性はもちろん、品質、味、健康までもが求められている現代の食品。そうした人々の期待に応えられる食品の一つが乳酸菌生産物質なのかもしれません。乳酸菌を追い続けた人々の思いと努力、私たちは今その力を手にすることができるのです。